まあ当たりやせんよこんなの。最初に死んだやつザコね。そう最初にザコ。クソザコね。クソザコなめくそ。クソザコってすぐ言う。何言われても文句禁止ね。本当に。あいつ一人で車で逃げねえかな。無言で俺らの声が届いてないもん。届いてないな。届いてない。一人で行くのかな。感情失ってる。あれこれ行ったのでは。あとどのくらい歩けるのかわかんねえ。もうやりたくねえ。消えないでよ。誰任せろ。任せろよ。やべえ。もういよいよ忘れちゃったわ。この辺、これ通れんじゃないか。もうダメだな。忘れちゃったな、俺も。俺行くわ。俺の背中見てろよ。見てる。ああ。いけるいける。いけるいけるいける。あ、いける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 。ああ。ここ開いて、全然平気だわ。え、これ大丈夫なんじゃないですか。大丈夫っぽい。あいつ行った。あいつ行ったな、頑張って。俺は死なないよ。ノンストップで行って。まあ、ね、行けちゃうんだろうな。ノンストップで行くわ。え、いつ来るの。お、でもノン。そこを高めよう。なるほどね、そういうことか。そういう風になるっていう。クソ、俺もはめられてしまうのか。レッツさん絶対な。俺両親にスッて殺されたら怖いな。怖いな。そんなことしないよ、ま、マジかってなっちゃうな。あ、びっくりした、ウッシーだ。そしたらレッツさんは俺に大謝罪してね。ここの部屋で、まあ、それは人の場所わかんない。そう、なんか見えるとこあるよね。土下座までしろとは言ってないんだけど。スッとしますけど、なんかワープする人いたら見えたりする。まあ、普通に PP が聞いてた。あー、したよ。びっくりした。びっくりした。今俺土下座してるよ。いや、死んでる。